はいどうもそうたたた、5等分の花嫁の作者春葉ねぎ先生が先ほどツイッターで5等分の花嫁は14巻で終わりですという報告をしました。もちろんこのことはツイッターのトレンドにもなりましたが、運よく上の鬼滅の刃とトレンドが重なってしまい、ファンの中には鬼滅の刃があと2巻で終わってしまうという誤解を招いた人もいるそうです。よって僕は世界を救います。僕がが世界を救う。僕がが？俺とパチスロ打たないか。打つ打つ。いや、救う気なしか。いや、俺が一人で救う。いや、対抗すな。ソータというがが救ってくれるんですね。頑張ってください。ごめん、ちょっとよくわからないです。あ、うん、頑張って。はい。頑張れ、プイキュア。これはなめなめピーだな。いや、無理だと思いますよ。この人こんな真面目に言うっけ？ソタパンマンってことですね。あ、違います、ソータです。できたら YouTuber になんてなってません。でもさ、世界を変えたいんだったら影響力必要でしょ？ YouTuber はインフルエンサーだから影響力があるのでは？はい、ローンパ。はい、ガガ、ここ重要ですよ。そうだよ、来週のテストに出るぞ。ガ、連なってますけど。それは申し訳ないディ。できるといいですね。応援はしませんガガ。みんなしてバカにしてるな。もうみんなしてね、さっきからガガガガガガガってね、もうレディーガガに怒られてしまい。世界を救う前にやるべきことがあるんじゃないですか。なんかあったっけ？メインチャンネル、メインチャンネル、メインチャンネル。あ、そうだ、あれだ、先にお風呂入ってこない。